映画ドラえもんのび太の人魚大会戦は2010年の日本のアニメ映画藤子 F ・藤尾の漫画ドラえもん41巻の深夜の街は海の底を原作とした映画ドラえもんシリーズの第30作目である。前作映画ドラえもんシンのび太の宇宙開拓史に続き新保雄一が脚本をテレビアニメ版及び劇場版の総監督である。 クズハコが監督を務めた。第2期シリーズ第5作で、映画ドラえもんシリーズ通算30作目、漫画連載開始40周年と記念尽くしの作品となっている。原案は、天童虫コミックス、ドラえもん41巻収録作品、深夜の街は、海の底。第2期シリーズでは、ドラえもんのび太と緑の巨人伝に続く、オリジナルストーリー作品であり、 前作、ドラえもんシン、のび太の宇宙開拓史に続きシンボ祐一が脚本を担当した。また、テレビアニメ版および劇場版の総監督である、葛葉はこが監督を務めた。パラオの海で、スクーバダイビングを楽しんだというスネオの自慢話を、羨み、自分もダイビングがしたいと言い出すのびた。見かねたドラえもんは、ある秘密道具を出す。 それは架空水面シミュレーターポンプという道具で陸上に架空の海を作り出すことができるのだという。早速のびたたちは竹コプターでいつもの空き地に向かいトトスキーや架空海水巻添えガスを使っていろいろな魚を集める。架空水体幹メガネをかけて架空水面シミュレーターポンプで作り出した架空の海で遊び始めるがそこに人魚族の姫。 ソフィアが迷い込んでしまう。人魚族はもともとアクア星人という異星人であり、約5000年前に海魚族により汚染されたアクア星から移住し、地球の海底に町を作り暮らし始めたのだという。その人魚族が守る宝、人魚の剣を海魚族が狙っているらしい。もし、人魚の剣を海魚族が手に入れてしまったら、宇宙全体が彼らに支配されてしまう。 事情を知ったドラえもんたちは、人魚族と協力し、海魚族から宝と,宝と宇宙を守るため戦うことを決意する。両種族ともにもともとは、アクア星の民。かつては共存していたが何らかの理由で海魚族が惑星支配に乗り出し現在に至る。5000年ほど前に、アクア星で共存していた、同種族の海魚族に追われ、地球の海底に移り住んだ、アクア星人たち。 地球人と同じ外見のヒューマノイド型と、ハンギョヒト型の2種類が確認できる。水陸療養の生態器官を持つが、陸上で長時間水に浸からないでいると乾燥し、体調を崩す。アクア星人は、人類同様に即歩行だが、地球下の水圧では、効率よく動くため、服の一部を足に巻きつけている。彼らが下半身を魚のように変化させて泳ぐ。 姿から、世界各地の人魚伝説が生まれたという。地上生物をよく知らないため、ソフィアを含め、ドラえもんをふぐと間違えたりしていた。人魚族と共存していた、もう一派のアクア星人。人魚族を根絶やしにし、全宇宙を支配すべく、彼らを追って地球にやってきた。ソフィアの説明では、海魚族の一部が邪悪となり、人魚族を迫害したという。 五千年前、追放時に、人魚族が持ち出した、あるものを狙い探し続けている。戦艦が、超アンコウであるなど、暗章を好む。その他の生態系は、人魚族と同様。ドラえもんのび太の恐竜から、ドラえもんのび太と、銀河超特急まで、映画ドラえもんシリーズの主題歌及び挿入歌に、携わってきた、武田哲也が、 14年ぶりに挿入歌を手掛けている。全国366スクリーンで公開され、2010年3月6から7日初日2日で動員49万8198人、公衆合区を348万3650円を記録、映画観客動員ランキングで、アバター、ライアーゲームザファイナルステージを抑え初登場第1位を獲得した。 また、ピア初日映画満足度ランキングでも、第2位となっている。さらに公開から30日間で、動員261万6561人、27億6、837万4、530円に達し、観客動員ランキング5週連続第1位となり、上映1回あたりの平均座席数も、非常に高い数値となっている。2010年3月20日には、 映画ドラえもんシリーズ通算全30作の累計観客動員が9000万人を突破した。仮に9000万人が手をつないで並ぶと約14万キロメートル、地球3周半の長さになる。2011年には第34回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞にノミネートされた。ドラえもんのび太の恐竜2006から恒例となった。 翌年の映画を告知するおまけ映像が本作でもエインドロール後に流された。内容は本作にも登場したドラえもんの秘密道具お座敷釣り彫りや信号音を発する青いボールが登場するというもので後に月刊コロコロコミック2010年7月号を呼び藤子 F 藤代公式サイト藤子 F 藤代ワールドで正式にドラえもん伸びたと 鉄人兵団のリメイク版が2011年に公開されることが発表された。タイトルは、ドラえもんシーン、のび太と、鉄人兵団羽ばたけ天使たち。監督は、寺本幸夫、脚本は、清水東が担当。2010年3月5日放送の、のび太の人魚伝説は特別番組、ありがとう。30周年映画ドラえもん公開直前。 スペシャルとして放送された映画連動エピソード。人魚の存在を信じるのび太がタイムマシンで過去の世界に人魚を探しに行く物語。この映画と直接の関係はないが、人魚族の王女ソフィアと出会う少し前のエピソード例とも言える内容であるとしている。テレビシリーズでは2009年9月18日放送分から 映画情報宣伝枠のミニコーナーとして設けられた。聖夜の伸びたクロースにおいては、ハリボーに告示する魚が、玩ングの魚釣りゲームの中に登場している。また映画宣伝係の魚くんは、宣伝部長ハリボーの映画ドラえもんを楽しみましょう。ないで、お魚早口言葉のコーナーを始めている。漫画家作品、映画ストーリードラえもん伸びたの人魚大会戦を、 岡田康則が執筆した。月刊コロコロコミック2010年2月号に、前編、3月号に後編が掲載され、単行本に完結編が描き下ろされた。あらすじは映画版と同じであるものの、違いがいくつかあり、ストーリーの根幹に関わる違いもある。内容はシンボが執筆した、最初のシナリオと近く、映画版で描ききれなかった部分を保管している。 アクアゾーンやシーマンのようなバーチャル鑑賞業のマイアクアリウムを楽しむことができる。サイト内のリンクなどをクリックすることでポイントが貯まり、貯めたポイントを使って魚、餌、インテリアを設置できるというもの。鑑賞日数に応じてサイトを訪れると発生するイベントがあり、ハリボーが出現したり、ドラえもんが人形スーツを着たりする。 映画30周年企画として、日本航空では、ドラえもんジェットが登場し、2010年2月中旬から4月末まで、就航した。ありがとう。映画30周年。と題して、公式では、初となる、ドラえもん映画祭が、人望町シアターにて開催され、第1作、のび太の恐竜から第29作、新、のび太の宇宙開拓史までが上映された。 当初は2010年2月6日から2月28日の期間での開催であったが、好評のため平日上映を含む追加上映が決定し、同年3月5日まで延長された。また、シークレット上映では、感動短編作品の映画化である、帰ってきた、ドラえもん、のび太の結婚前夜、おばあちゃんの思い出、頑張れ、ジャイアン、僕の生まれた日がまとめて上映された。 なお、上映においては、当時のフィルムが使用され、ドラえもんのび太の魔界大冒険の主題歌や、冒頭のミニアニメ、ドラえもんのび太の宇宙小戦争の冒頭のミニアニメ、のび太と、鉄人兵団の上映後にあったビデオ CM といった、当時の劇場でしか見られなかった映像などもそのまま、上映された。公開前日の2010年3月5日、東宝シネマズ、六本木ヒルズで、 大人だけのドラえもんオールナイトが復活。大人だけのドラえもんオールナイトのタイトルで、のび太のワンニャン時空伝以来6年ぶりに実施された。本作ほか、ドラえもんのび太の日本誕生、のび太の宇宙小戦争の3作品を上演し、これまでのオールナイトで恒例となっていた映画予告編大会も開催された。その他、ゲストとして、本作の監督である、 葛葉光こと、脚本の新保雄一、飛とびりで、チーフプロデューサーのま子こは郎も参加し、トークショーが行われている。週刊朝日が5000号を突破したことと、映画ドラえもんシリーズ30周年を迎え、週刊朝日4月2日、号表紙に、ドラえもんが起用された。表紙にアニメキャラクターが単独で起用されたのは、初めてとなる。ドラえもん映画作品。 ありがとうございます。